こんにちは、高中です。時刻は8月の下旬の18時ごろ、静岡県の三島駅に来ております。これから東海道新幹線に乗って東京駅に戻りますが、出発まで時間がありますので、駅構内、駅周辺を散策していきます。三島駅は JR 東海道保佐本線、伊豆箱根鉄道が通っております。こちらに見えるのは213系です。ホーム越しに伊豆箱根鉄道のラッピング車両が伺えます。そして313系の浜松行きが発車したところです。三島駅の南口に移動しました。南口は古くから栄えていて、商店街や飲食店が多数見受けられます。そして南口から徒歩15分のところには一宮神社の三島大社があります。これから向かう予定だったのですが、時間が遅くなってしまうので、昨年三島大社に参拝した動画で紹介します。ではこちらをどうぞ。散策が終わり、三島駅の新幹線ホームに着きました。前方にそびえ立つのはホテル東横インです。これから新幹線のこだまに乗車しますが、上下線とも混雑していて、自由席の列には大勢の人が並んでおります。ちょうど下り線の光号広島駅が出発するところです。ではこだまが来るのを待ちます。こだまに乗車しました。
通路側の席しか空いていませんでしたが、窓側の席に移動できたので東京まで車窓を見ていきたいと思います。東京駅に到着しました。以上でこの動画はおしまいです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。